つべー。うるつべー。ポケットに2個。3、4、5。視聴者さんに今回の動画の説明をしないの？6、7。プレゼントを。8。拾ってるのね。9、10。11、12、13、14。多いね。15、16、17、18。喋れん。19。いくつあるの？20。そんなところにまで。21。邪魔だったやつ。22。あんなとこにも。23。よし、右側から行くぞ。プレゼントどこだ？プレゼント出てこい。開封動画かな？おい。あった24。25。ダメだ。26。27。28。雑草よ。29。30、31。32、33、34、35、36。37、38、39、40。どや。視聴者さんを置いていくな。風船のプレゼント開封動画。まずは中折ハット。1。1。星が1。微妙ってことね。アイロン1。チューブトップ1。袖がないもの着ないもんね。日焼け大敵。点滴は？2かな？病院作れそう。粘土1。カゴ台車さん、仕事の都合上。仕事で使うもんね。ノースリーブのニット1。5000ベル、大事。鉄鉱石さん。旗折り機1。次の島国では使わないねー。シャムロックステッキ4。レシピはレア。衛星棒1。望遠鏡2。ジョッキーの服1。貝殻ポシェット4。まだ持ってなかったのか。ノルディックなローボード2。向き。鉄鉱石さんドラム缶2。物乗せれないのがな。貝殻ポシェットは0になりました。タイミングって残酷。鉄鉱石さんゲレンデな壁紙4。鉄鉱石はいつまでも3なのにな。あっゲレンデな壁紙0。ターン。ビーチベッド1。5000ベルミニキススイードソックス。全く見えないねー。丸メガネ1。水玉シャワーキャップ1。5000ベルに忍びの服2。レースのソックス2。5000ベルに1万ベルに鉄道模型2。5000ベルに服のコーナーの陳列シェルフ2。アルミウッドチェア2。貝殻ポケットマイナス1。ひどい。5000ベルにカルボナーラ。湯気が出てるんだよねー。風船の中保冷バッグなんか？それはそれで何日も置きっぱなしだから。食中毒が心配だなー。ベル多いな。最初の40個はこんな感じだったよ。41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56。喋る日。ない、ない、ない。まだ。57、58、59、60、61。ないよ。62、63。雑草生えすぎじゃね。64、65、66。てか何？あのベル袋は？67。一歩。68、69、70。普通行。71、72、73、74、75、76、77、78、79、80。まだ島の左側が残ってるから、100個あるね。大きい鉱石。星4、フローズンマシンに、ミニサボテンセットに、インターホンモニター。引きこもりの敵だな。うちインターホン故障したままなんですよ。休みの日に喋りたくない。対人系引きこもり。休みの日はしっかり休みたい。キュートなオーディオプレイヤーに、事務机に、神殿系に、病院作れそうやな。アルコールランプ1、戦時代に、書類の山さん、夏の貝殻のラブ4。あんだけ夏の貝殻拾ってて。モロッカンランプさん、使う？自分では買わないから。ウォータージャブ1、夏の貝殻のラブゼロ。チャイニーズティーセット1、貝殻ポシェットマイナス2。全く同じものなのに。不思議。またジムズクエ？色違いだったね。水中の壁紙4。これ DIY 家具だったんだ。うお、また金鉱石。金鉱石は価値が落ちない。フラッカードレスにドレスだから。桜のウッドボール4。桜レシピ集めてたのに残ってたのか。金鉱石。チャイニーズセット1。物干しスタンド2。美容室のイメージ。どうなってん？金鉱石4つ目だよ。もう元取ったわ。お金払ったっけ？時は金なり。夢だからに。診察台にあった病院できるわ。ハイテクシューズ。いいねーに。竹のステッキゼロ。懸垂スタンド自宅に欲しい。ぶら下がるだけ。日頃伸びないとこ伸びて気持ちいいんだ。ランチプレート。モーニングぽいね。足りねえ。3ついるね。スティックってハンディクリーナー？そうじゃね。なら欲しい。ラジカセはラジコがあるからいりません。地震の時は便利らしいが。さて島の左側やってくよ。ん？青いプレゼント何？誰かに渡してって頼まれたけど忘れちゃったんだ。81、82、83。これ F。
115、116、117、あれ？数が合わない。いいんじゃね別に。風船見つけてしまった。風船見つけてもプレゼントでポケットいっぱいだから、パチンコ持てないよ。しょうがない、先に開封しておこう。おお、好きな株。よっしゃ、まぶとけ風船。花畑に着くまでに間に合った。マイルももらえてよかったね。かわいい白だし完璧。ネオンのサングラス1。フリルソックス多分に。吊り下げ式モニター。向きはある。詳しく知りたい方はスーパーを作る動画を見てもらえたら。宣伝すんな。前の島くりでお世話になったファイルキャビネット。レム。未だに使い方に悩む麦畑。じゃあ次使ってみよう。検討はする。寒風な服1。ステンドライト？おお、めっちゃええやん。フィットネスタンクトップ1。西部の街並みギター。3。ベンチプレスじゃないのか？ 2。見たことないズボンプレッサー1。ハイマイナス1。使わないけどスキー板に。マルチコンボに。黒い羊を大音量で。メニュー黒板に。この色のローファー見たことないな。はい、マイナス2。フードショップの帽子1。どこの店？ナック？マクドナルド？猫飼いたい。サンドバッグ1。いらんの？いらん。断捨離してるから物いらん。ビーチボール3。スイカ限定。かき氷機に。外で食べるのが一番。水面の床4。揃ったね。ウッドペンダントライト？かわいい。照明家具使わないから名前覚えないよね。もうマイナス3かな？バリケード1。ヨガマット1。こちらもマイナス3かな？放浪のランプ？普通、ラストは5000ベルでした。壁はこんな感じ。あんまいいものないな。特に欲しいものないからな。あれ？今思い出したんだけど、目標100個よな？そういやそうだったね。100個超えてなかった？今120個台拾ってるね。数を数えるのに必死で目標を達成したことに気づいてなかったのか。ギリギリとかなら、行くか？行かないか？プレゼントどっか落ちてない？って探し回るだろうにめっちゃ落ちてたもんな。あ、風船再び。目標は達成されて欲しいものもないのにまだ割るのか。なぜ風船を割るのか？そこに風船が飛んでるからだ。つまんね。まあ条件反射じゃね？見つけてもめんどくさい時は割んないし。今日はめんどくさくなかったということね。そういうことだ。さすがにもうないかな？これでラストっぽいね。この後ももう少し確認したけどなかったわ、残念。残念。パチンコ持って何をじっとしてるのかな？いや、あと5個で150個だからキリがいいかなって。1時間ぐらいかかるよ。と今アップルちゃんの話を聞くわ。釣ってきて、よし花ひげうつぼを探しながら待つか。にょろっとした魚影以外蹴散らさないと。やべ、はい楽勝。花ひげうつぼゲットだぜ。はぁ、鼻とヒゲがなかったね。ちょっと。なんで？釣りもそんなに下手だったっけ？いい、言い訳をさせてくれ。しょうがないな。前にスピーカー代わりのテレビが壊れたって言ったじゃん。言ってたね。あれから買い替えてないんだ。これが壊れた実際のテレビね。なんで新しいの買わないの？だってこの頻度で壊れたら困るし、テレビってね、リサイクル料かかるんだよ。このサイズだと2000円ぐらいかな。だから結局中古の小さい薄型テレビに6000円払うんだよね。なので今音なしで目だけで釣ってたの。でも結局テレビに繋いで音出しても釣れなかった。諦めちゃった。風船も一つも割れてないじゃないか。割ったじゃないか。風船の3つは長いよ。わかってる。だからこうする。あと2つになった。ちょっとお茶碗洗いたいねん。20倍速。正直5分じゃ洗い終わらないから来なくても。なんじゃそりゃ。だって慌てて拭いてもなんか濡れてるじゃん。そんなこと思ってたらマジ来ないわ。さっさと洗え。なかなかいい水切りラックがないから落ちそうだ。食洗機は？食洗機を洗うのが面倒で買ってない。あ、スリープ？タイムラプス動画みたいなん撮りたかったけど無理やん。設定で帰れんの？手がびちょびちょだから後でする。てか本当に来ないじゃん。フラグ回収お疲れさん。あ、洗い終わった洗い終わった。隅っこ暮らしのタオルで拭いてっと。でも今回も来なかったよ。はい次。来た。さて待ってる間に設定へ。スリープ。テレビで遊ぶ時の自動スリープは、1時間。画面が暗くなるのはスリープじゃないのか？ずっと同じような画面だと画面焼けになるので、暗くなるらしい。変更したかったらテレビ出力の、テレビの画面焼けを軽減をオフにしたらいいらしい。だからタイムラプスなのか？
画面焼けするから？ちょこっと調べたけどそれはただの撮影方法の一種みたいだよ。そうですか、的外れですか。遊んでやんとご飯作りなさい。あ、冷蔵庫開けたら、中から大量の小豆が。多すぎじゃね。楽天で1キロ総量込み900円だったから買っちゃった。出来上がりがこちら。はいよ。実際は結構かかってるけどね。これ晩ご飯。うなわけ。メモにはほうれん草を茹でたって書いてるだけだな。ほうれん草だけ？うなわけ。よっしゃ、150個。55分かかりました。巻きで行くぜ。流しそうめん0、アンダーリムメガネ1、ジム椅子2、掃除用具1、スラックス1、クラリネット2、ダイナーナイス1、カウンターチェア2、骸骨マイク1、オフィスのデスク？場所取るぜん。ナイス。ナイス。ナイス。隙間を作らなくては。無理じゃね。いけると信じるんだ。何がしたいの？わからん。終わった。すごいものもらえるんやな。いや、まだいける。いくらぐらいなんだろ？はい、残念。うそん。マジであとこれだけだったのに。ヨガマットね。しゃあない。仕方ないな。整理すると14万ベルに。鉄鉱石35個、粘土40個、金鉱石4個でした。家具や服は改めてこんな感じ。一番高いのは食洗機やクラリネットあたりかな。景気アップ条例中だから1万ベル超えてるけど。通常価格で1万ベルを超えるものはなさそうだね。まだ続きがあるんだけど長くなるのでここまで。最後までご視聴ありがとうございました。またね。